神田義秀は、香川県高松市出身の元プロ野球選手。高松市立屋島中学校を卒業後、高松商業高校に入学。2年生時の1995年に、全国高等学校野球選手権香川大会で、決勝に進出したが、第67回選抜大会優勝校の観音寺中央に敗れる。 同年の周期県大会で優勝して出場した周期、四国地区高等学校野球大会では準決勝に進出し、翌1996年の第68回選抜大会に出場。初戦で国士官と対戦し先発完投したが敗戦。夏は香川県大会を制し、第78回選手権大会に出場。初戦の浦和学院戦ではリリーフで登板し、 勝利に貢献。三回戦の熊本高戦では先発登板し、打撃でもタイムリーヒットを打つなど奮闘したが敗れた。高校卒業後は、川崎製鉄水島に入団。都市対抗野球では、補強を含めて出場を経験し、先発登板もある。抜群のスタミナで何度も関東を重ねたことから、ミスター関東の異名を取る。二千二年のプロ野球ドラフト会議で、 シバロッテマリーンズに4巡目で指名され入団。翌年に、川崎製鉄水島が NKK と合併し、JFE 西日本となったため、横浜ベスターズに6巡目指名された北川敏幸と共に、川崎製鉄水島出身のプロ野球選手としては、最後の選手となった。2003年の春季キャンプで、首脳陣から高い評価を得て開幕一軍入りを果たし、3月28日の、 対福岡大栄戦で早くも初登板。松中信彦からプロ初の三振を奪う。さらに4月20日の対オリックス戦では初勝利を挙げる。その豊富なスタミナからローテーション入りの期待も高く、先発も3度経験するものの、被弾癖と請求難が治らず、その後2軍落ち。結局そのままファームで残りの1年を過ごした。 2004年、肩を痛めて出遅れるが、その後中継ぎとして一軍に定着する。2005年は、好調な投手陣に割って入れず、一年の大半を二、軍で過ごし、一軍に昇格しても出番は、ほとんど得ることができなかった。後半は、ファームの抑えとして定着し、個性部を上げる。9月末に再昇格を果たすも、プレイオフ、日本シリーズでの当番はなし。2006年、 開幕一軍の座を得るも、すぐに二軍落ちとなる。その後、チームの右のセットアッパー矢部田康彦の、故障離脱を受け、5月に一軍に再昇格すると、9試合連続、無失点など、セットアッパーとして一勝11ホールドを上げる、活躍を見せる。8月に入ると2戦連続押し出しなど調子を落とし、二軍に再降格。9月23日に一軍に復帰し、 9月26日の対西部戦でプロ入り初西部を挙げた。2009年は初めて1軍登板がなく、10月1日に戦力外通告を受ける。シーズン終了後、12球団合同トライアウトに参加したが獲得する球団はなかった。その後は台湾プロ野球の兄弟エレファンツの入団テストを2009年の周期キャンプ。 2010年の春季キャンプと二度にわたって受験したが入団には至らず、社会人野球の性能運輸に所属し、2011年に優待した。現在は地元香川県で少年軟式野球クラブチーム、神田義秀ベースボールスクールの監督を務める。時速140キロメートルを超えるストレートとスライダー、フォークを操る。ありがとうございます。